私も油断するなかれ。たたりは時ところを構わず襲い来るものなり。家訓外伝。ありがとう。琴子、合格おめでとう。でもまだ信じられない。何が？だって私が東大に受かるなんて。お前の実力だよ。入学式一緒に行こう。4年間また一緒だ。入江君、いいの？私が一緒で。バーガ、当たり前だろう。入江君。琴子、いいことが逃げちゃうの。ああ、どうしよう。話したで、みんな聞かなかったことだって。何じゃ、みんな初めから聞いてないよ。いやー、しかし、しげちゃん、ことこちゃんとこうして一緒に正月を迎えれるとは思わなかったな。これからもね、ずっと一緒よ。一緒、私と入江くんも。お兄ちゃん、今年の初試練。じゃあ、私ら元旦早々取った取った。エリコさん、お手つき。ねえ、あなたの方見たい。え、乙女の姿しばしとがめ。さすがレイコさん。男顔。はい。自信が持てた時だけにしろ。早とちりして突っ走りすぎなんだ、お前は。だって父ちゃん。だってじゃないだろう。なんだその顔は。父ちゃんだって眉毛つながってるじゃないの。俺のが少ないよ。ああ、私は好きだな、そういうの。早技とかさ、容量がいいだけよりかずっといいわよ。いや、いや、直樹と玲子さんがいたらおじさんの出る幕がないな。あら、私なんかは。もう兄ちゃんも人に譲るってことしないんだから。ほら、ゆき君、次、読んで。よし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 。北方の光のどけき。あっ、こっちだよ。え、あ、男、おじさん、顔。はい、はい、しげちゃん、ルールだからルール。惜しかったね、琴子ちゃん。ちょっとのせい。絶対父ちゃんの血なんだ。あら、お前のバカだ。今日は実に辛い。泣きたいくらいだ。辛い辛いって何よ。どうせまた振られたんでしょう、先生。俺はなんで教師になったんだ。そう思うぐらいに辛い。他に就職できなかったんでしょ。俺たちと一緒じゃん。先生、先生、何やるんだよ。みんな聞いてくれ。大学の件だ。大学関係ないもん俺。そうやそうや。続けて先生。大学って上野？そうだ、昨日最終決定が出た。全滅だ。全滅。このクラス F 組は全滅になった。どうして？今頃になって押し切りだなんて。そうだよ。すまん、先生もそう言って頑張ったんだが、どうしても受け入れてもらえなかった。どうすれば。どうすれば。どうすんの、ことこ。大丈夫。どうしよう。自業自得ね。先生、私大学は辞めます。あ？
大学へ行くなら浪人してでも東大に行きます。東大に東大以外魅力を感じません。あやな、よく言った、その心意気だ。はい、けどな、浪人しても絶対無理だ。あ、じゃあ東大に近いところではありますか。ない、このランクの大学だってな、今からもうダッシュで勉強しないとな。しかし幸い、お前には根性がある。大丈夫だ。東大、変に期待持たせない方がいいんじゃありません。どうして、どうしてそう非常なことが言えるんですか。黙っててください。大変みたいね。どこの大学行くか知らないけど入れるといいわね。いっそ就職するか。あ、そうだ、そうします。就職します。私東大の近くの会社に就職します。ことこちゃん就職するの。はい、どこにしよっかな。青い障子。あ、ちょっとちょっと、お兄ちゃんお兄ちゃん、大変よ、事件事件。ことこちゃんがね、就職するんだって。好きでもない勉強しに大学へ行くことないもん。そうだな。え、嬉しい、ビリー君賛成してくれるんだ、私の就職に。お兄ちゃんは客観的事実を言っただけだ。今年の夏はハワイ、グアムも行ったり来たりね、きっと。なんだよそれ。スチュワーデスになれば当然そうじゃない。見たいわー、ことこちゃんのスッチ姿。あ、私高所恐怖症だって。あちゃ、そうだ、デザイナーなんかいいかも。あ、いいじゃない、あのさ、この服よりリボンとかフレルがいっぱいついてる可愛い服作って作って、ね、あ、モデルとかもありますよね。モデル、モデルね、スーパーモデルっていうんですか。ちょ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 、ほらこういうの、かっこいい、トリッシュみたい。アナウンサーってのもありますよね。アナウンサーのアナウンサー、ええ、明日は台風が接近してきます。洗濯物にご注意ください。いつこさんみたい。本当だよ。本当だ。あ、でもテレビ局って東大のそばでしたっけ。東大、はい、東大のそばに就職するんです。ことこちゃん、あ、お母さん。あ、勉強教えて、入江くん。どうせ無駄な努力だよ。勇気無駄。あ、入江、じゃあいただきます。実はね、ことこちゃんよかったらうちの会社に来ないか。え、入江ちゃん、会社回るったって今からじゃちゃんとしたとこはもう決まってるはずだから。そうしなさいよ、ことこちゃん。え、あ、でもおじさんの会社は東大のそばでしたっけ。おじさんの会社はダメ。あ、そういうわけじゃなくて、ことこちゃんなら秘書かよね、いずれお兄ちゃんが社長になるわけだし、素敵じゃない、ことこちゃんね。入江くん専属の秘書か。入江ちゃん、まっちゃん、ありがとう。いや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 。けどこの話はなかったことに。え、お父ちゃん、どうしてしげさん。いくらなんでもそこまではあんまり甘えすぎだよ。それにこいつのためにもよくないし。そうだろ、ことこ。ことこちゃん遠慮することないのよ。ことこちゃん一人ぐらいおじさんの会社なんともないんだから。そうそうそう、うん、ありがとうおばさん。でも大丈夫、私一人で見つけます。私を必要としてくれるとこどこかあると思う。そうだよ、そう。ことこちゃん、東大の近くって。ん、ちょっと待てよ、お兄ちゃん。さあさあ、何をするんだよ。お兄ちゃんはここよ、ここ。はい、ね、これが採点表。お兄ちゃんよく見てね、きちっと採点してよ。はい、うん、はい、ことこちゃん模擬面接スタート。ことこちゃん頑張って。ことこ頑張れ。はい、失礼します。よしよし、あやな、ことこです。よろしくお願いします。バカでかい声。うん、相原さん、恋人はいますか。おいおい、なんだその質問。おばちゃん、それは。いや、答えにくいことをどうやって答えるか面接官は見てるもんよ。おー、なるほどね。まあ、そういうことなら、うん、はい、相原さん、お答えは。恋人になりたい人なら。どんな人ですか。頭が良くて、スポーツもできて、かっこよくて、ちょっと照れ屋で。相原さん、結婚しても仕事は続けたいですか。あー、どうしよう、入江くん、
って言われただろ。落ちるよこんなやつ。エレンズ、まあ、続けましょう続けましょう、はい、うん、相原さん得意な科目は。得意な科目って捕まっちゃう。あそこかもしれない。体育やおうちだからな。活性化だね。もう指きちゃう。あったー、どうなんだ。あの門の目の前。相原ことこです。よろしくお願いします。これで鬼に金棒で。私ね、あれ香織どうしたのその顔。なんか目こうパッチリしてない。まさかそれ整形で。今時常識でしょ。静かに、うん、いい静かに、うん、こういうとこでスパイが見てるんだから。えスパイ男。何スパイって。誰お二人ともお引き取りください。え受けていただかなくても結構です。男のせいだよ。せっかく目の前だったのに。いやここんとこ不景気でね、うちの会社も大変なんだよ。いい耳してるね。いいよその耳。福耳だ。お金貯まるぞ。そうですか。よく言われるんですけど。いやその福耳にあやかってうちの会社も盛り返すか。はい、この福耳で一緒に頑張りましょう。改めて通知をくれるってことは一次試験合格。ここに決まれば東大の目の前。家くんと駅まで一緒。お昼休みとか帰りとかに待ち伏せできるし。お昼一緒に食べちゃおう。学園始まって以来の会計よ会計。鼻が高いわ。センター入試の最高点か。さすがね直樹。私の入り、あ、いえいえ、家くんなら全国トップの成績も当然でしょうね。全国トップ。先生、お言葉ですが、まだトップと決まったわけではないんです。最高点が発表されてるんです。自己採点がそれと同じならトップってことです。ああ、すごい。リー君のトップ、私は信じて疑わなかったわ。おめでとうリー君。まあ、しかし、うちの相原だってのはい、私も合格確実。え？すっごいラッキーガールなんて褒められたんだから。お前がか。これで2人揃って東大だね。一緒に電車乗ってお昼食べて待ち合わせするの。よかった、また伊藤君と一緒。幸せにしたるで。包丁一本で幸せにしたる。包丁一本晒しに巻いて。わー美味しそう。あーこれ美味しそうだな。なお君はこれ二次試験に向けて精をつけなきゃな。またトップで合格だ。あ、なんでそのこと。今日は入江君のセンター試験トップ祝ってお父ちゃんが振りました。しげちゃん、ほんとありがとう。直樹のために。いやいや、俺も嬉しいよ。あ、直樹。はい、たっくん。すっぽんの生き地、肝入り。さあさあ、入江くん、乾杯しよう。いや、いい。乾杯しよう。何言ってんの、今日は入江くんのためのお祝いなんだから。ほら、お兄ちゃん。直樹、ね。せっかく。
それでは東大合格祝って乾杯！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 ナオ君グッド。ほら、グッド。リンちゃんグッド。男でしょ？グッド。おお。まだ合格してないよ。はい、まだまだ。白子にレバー、はい、どんどん食べてよ。これスッポン、これで怖いもんなしだ。そう、遠慮しないでどんどん食べて。ナオキ、あのお父さんもちょっといいかな。あなたはいいの、また鼻血出しちゃうわよ。はい。いやでもすごいよね、東大トップ合格。いやお父さんも嬉しいよ、直樹がね東大入ってくれたんて。やだね。まだ試験受けてないだろ。入ったも同然じゃない。何言ってんの入江君。こんなに弱ほどのことじゃないだろ。またまた入江君ってばカッコつけちゃって素直じゃないね。東大に魅力感じてるわけでもないしよ。直樹。じゃあ何に感じてるの。もしかして私だったりしてよ。男、おじさんに頭良くなる料理作ってもらうよ。何よ。じゃあ、しげちゃん、遠慮なくね。食べて、食べて。美味しい。入江くん、さっき言ってたこと本当？東大に魅力感じないって。入江くん、東大受けたくないの？誰もそんなこと言ってないだろ。じゃあどうしてあんなこと。おじさんあんなに喜んでたのに。どうでもいいだろそんなこと。お前には関係ねえよ。また出たんだ入江君の良くない癖。どうでもいい病。何でもできるからってすぐ登れちゃって。そんなに中途半端な気持ちなら受けなきゃいいじゃない。一生懸命やってる人たちがかわいそうだよ。お前が指図すんだ。みんな一生懸命チャレンジしてるんだよ。私だって就職するためにいくつもいくつも会社回ってそれでもダメで。お前がバカだから仕方ねえだ。私はねダメかもしれない、でも頑張ってみようっていつも前向きだよ。入江君みたいにどうでもいいなんていい加減な気持ちじゃないんだから。カッコつけずに真正面からぶつかってよ。一生懸命やってぶっちぎりのトップで合格してよ。私も絶対就職受かってみせるから、約束だからね。いい？バカバカしい。約束だからね。試験なんか一発や、遠慮せんとな。ありがとう金ちゃん。あやったやったなんか。金ちゃんなんぼでも。やだ金ちゃんこれ。あんじゃのお守り。考えてんだからね。めでたいもんにはバレないやんけ。このお守りがな、俺に代わってことこ守ったるからな。そっか、守る。ありがとう金ちゃん、もうたまで役に立つのありがとう。あ、嬉しいが嬉しいが。いや俺そんなに嬉しくされたらもう幸せや。もう日本一の幸せもやった。これとこれとこれとこれ、すいませんこれください。全部でいくらですか。7600円のお納めになります。えっ、開けてください。あとこの近くにお守りがある。変わり始めてる話を誰も知らない。もちろん東大合格です。交通安全。学業成就、対岸成就、あ、安産。あいつ。はーい、どなた。俺だよ。いや、なに
前かこれ。あ、そう、気がついてくれた。誰だって気づくよあんなの。まだ一部なんだけどね。ほら、何作ってんだよ。だからね、試験会場まで行くのに交通安全でしょ。試験までうちが火事にならないように家内安全、対岸成就は当たり前だし、学業成就もね。まあ、じゃあこの安産っていうのはなんだ。いやーねー、リーク、安ずるより産むが易しって言うじゃない。だから緊張しないように。知らないの、イリエ君。意味が違うんだよ。あ、イリエ君、イリエ君、まだるね、まだよいしょ、じゃあ、いい、このお守りが。もういいよ、聞いた俺が間違えた。じゃあな、おやすみ。あ、イリエ君、イリエ君、なんだよこれ、持ってって。いちいちぶつなよ、返す。あ、絶対ご利益あるからさ。行ってきます。はい。何褒めてくれるの？どう？あいつ。あれ、どうしたの、リー君？もしかして待っててくれたの？ごめんなさい、ごめんなさい、リー君。大丈夫？触んなよ。大体なんでこんなことすんだよ。だって、あ、はい、まだちょっと大丈夫かな。もう調べた。お兄ちゃん、こういう時はありがとうって言うべきでしょ。ことこちゃん自分の就職のことだってあるのに、お兄ちゃんのために。俺は大体こういう他力本願的なものは嫌いなんだよ。こんなもんに頼んでんだよ。いいか、二度とするな。お兄ちゃん、はい。他力本願じゃなきゃいいんだ。ことこちゃん、私自身が頑張ればいいんだ。そうよ、ことこちゃん頑張るのよ。私やります。ことこすごい。行ってきます。男は俺に手渡ししたいやろうし。はい、ゆういち。やったチョコ。サンタオブ。やったサンタオブ。やばいやばいやばい。やばい。ギリチョコもらってそんなによろしいんだよ。もらえねえよりもしやんな。バカ、何言ってんだよ。待て。おい。おはよう。やったー。行け。マサ。遅いの男みたいっすね。なんやみんな、ゆるちょこもろって鼻の下伸ばしてみっともないやんけ。俺は一つあればいい。誰かさんのたった一つ、男さんですよね。ですよね。分かりました分かりました。遅かったな。ちょっと、金ちゃん朝一番にここでずっと待ってた。そんなにどうしたの。またとぼけちゃって。恥ずかしい恥ずかしい。ことこ、今のうちやぞ。人が来るとうるさいからな。こうさっとな、さっさっさっと。何？いやさっさと出さんかい。もうさっと。何だ。ことこ、ちょっと。金ちゃん、ごめん。照れとる。ことこ照れとる。後でこっそり渡す気や。よし、俺も待っとるだよ、ことこ。ほらもう出しないで行くよ。休んだりして。里美、
女が結構来なかったりとかさ。二番くんきっと寝坊してんだよ。ちゃんと来るから大丈夫。寝坊じゃないんじゃないこと。あああああ、また来てるわよ純一くん。ちょっと待って、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 頑張れ頑張れ、よっしゃ行け。私の愛受け取って。いらないよそんなもの。お願い。まんまストーカー。ほんと、どっちがよ。ナオキ、いっぱい集まってたわね、女の子。今年もバレンタインデーの主役はナオキね。でもナオキ、チョコレートなんて子供っぽいもの嫌いでしょ。だからこれフェアウォッチなの。でもこれいいの。行きましょ。似合うわよきっと。これも、あと時計か。あー、お前、イランくん。やめろ。お前とペアッチなんかしたくない。あたしは入江くんとするの。俺がレイコとするんだ。あたしよ。おいしい。参っちゃった。いいっていうのにくれるんだもの、みんな。モテんな、ゆうき。でも、お兄ちゃんほどじゃないけど。お兄ちゃん、また来たわよ、チョコレート。モテるわね。でも、浮気はダメよ。なんで浮気なんだ。ただいま。おかえり、ことこちゃん。うわー、すごい。これって全部チョコレートに決まってるだろ。ひりくん宛ての。そう、それと僕の。すごい。でもみんな無駄なことするわよね。お兄ちゃんにはさ、琴子ちゃんからだけの一つでいいのにね。おばさん。あのな、あ、また来たわよ、無駄なチョコレートが。無駄チョコ、無駄チョコ。はい、期待しててね、イリエくん。琴子。俊之介、ほら、チョコレート。いらん、死んでも受け取らん。お前、バカだがやるって言った。もらったんだ、このチョコは。あは、もっと目張るんやったらな、もっとでっかいの買ってこんかい。もらったんだ。季節35で、努力は報われた。ああ、そうですか、そうですか。ギリチョコもろってそんなに嬉しいですか。お前はどうなんだ、お前は。どうせ一つももらってないんだろ。ほら、この子以外は受け取るのじゃ。見えよ、あるな、見えよ、ほら、ほら、うちだ。あ、こって甘いな。じゃん、じゃーん、コトコ特製愛のチョコレート。やっぱりバレンタインはチョコよ。しかも手作りね、イリエくん。いらない。うん、またまた素直じゃないんだから遠慮しないで。いらないって言ってんだろ。琴子ちゃんすごいじゃない。さすが琴子ちゃんね。お兄ちゃん、これ食べないと夕食なし。なんでそうなんだよ。さ、食べて食べてね。いいよ、それなら飯に来て。あ、じゃあ後で私がおにぎり作って持ってってあげる。どっちがいい、おにぎりとチョコ。お兄ちゃん、涙が出るくらい美味しかったね。よかったよ。お前、チョコレートに何入れたんだ。え、あー、何これ。あら、ちょっとこれ私がなくしたと思ってた指輪じゃない。お前、これちょっと苦いし。辛い。辛い。ちょっとガチャガチャ。
なんでこんなとこ。おい、ごめんな。ちょっと、あれ、あ、入れく、大丈夫。やっぱりね、普段の子だね。入れく、お腹壊しちゃったの。あ、大丈夫大丈夫。いや、よかったわ。もうどうして出てきた指輪。はあ、いよいよ明日ね、お兄ちゃんの入試。どう、気分は。歯が痛い。ことこのせいだ。ああ、お兄ちゃんカルシウムが足りないんだわ。胸もムカつく。あら、珍しく緊張してんじゃね。入江くん、ごめんなさい。チョコレートちょっと失敗しちゃって。お詫びに何かさせて。何してほしい。何も。そう言わずにあるでしょ。じゃあ、静かに眠らせてくれ。分かった。じゃあ、ゆうきくんは今夜、私の部屋で。やだよ、ことこと一緒なんて。でも、入江くん、一人でゆっくり眠らせてあげないと。大丈夫よ、ことこちゃん。ゆうきは私たちの部屋にって決めたんだから、今夜は。よかった。よかったね、入江くん。これでゆっくり休めるね。よーし、食べるぞ。入江くん、もう眠ったかな。ファイト！ナオキ！ファイト！コトコ！ファイト！ナ
頑張るぞ。しけ。直樹、よく眠れたか？ん？気楽に実力出せばいいからな。うん。ファイト！直樹！ファイト！直樹！ファイト！ファイト！おはよう。おはようございます。おはよう、ことこちゃん。よいしょ。入江くん、一緒に行こうね。なんでだよ、俺ら小学生じゃないんだぞ。ああ、そういうことじゃないの。私も東大の近くで面接あるの一つ。嫌な予感がする。入江くんが試験会場に入るの見届けたいの。来なくていい。いいじゃない、私は勝利の女神だよ。お前のどこが勝利の女神なんだよ。疫病神のくせに。ことこちゃん、お兄ちゃんのために昨夜大変だったんだから。知らなかったな。寝不足で電車乗り過ごすと困るし、私ができること最後までしたいの。お兄ちゃん、おはようございます。あ、おはようございます。直樹くん、ちょっと待ってはい、これお守り。あら、どうしたの、体調でも悪いの？これね、胸にね、縫い付けるといいよ。コトコやってやるやってやる。いや、ダメなんだと。ダメ。いや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 、とんでもない。ついてくんなよ。だって同じとこ行くんだもん。みんな緊張してる？してない。すごいな、私なんか高校入試の時トイレばっか行ってて、もう手に冷や汗出ちゃう。はい、いっつー、あ、なんでもない。今ちょっとお腹が、へけへけ、行こう行こうね。言われなくても行くよ。あ、するわけないだろ、何回も同じこと聞くなよ。ごめん。痛いんじゃないのかよ。うん、ちっとも。いいから帰れよ。東大まで見届けたら、それに面接もあるもん。ちょっと何やってんのよ、ほらほら行くわよ。やばい、なんだかどんどん気分まで悪くなっていく。心配かけちゃいけない。入江くんが東大の門くぐるまで心配かけちゃいけない。心配かけちゃう。東大だ。やっと着いた。これで気が済んだろ。じゃあな。あ、入江くん、これ持ってって。いらない。お願い。ありがとう、頑張ってね。お前もな。でも本当です、大丈夫です。おい、大丈夫かい。エリック、何でもないの。平気、全然平気。 だからエリック早く行って試験。あ、おい、コトコ、コトコ、おい、しっかりしろ。おい、コトコ、しっかりしろ。大丈夫か、コトコ。大丈夫。早く行って、優秀遅れちゃう。いいから黙ってろ。入江くん、試験に遅れちゃうよ。試験に。
頑張って入れく。大丈夫なのかしら、琴子。琴子ちゃん、琴子ちゃん大丈夫？燃えたくない？私、おい、何すんだよ。急性盲腸だったんだって。疲れたんだろうってでもね、もう薬で散らしちゃったからへっちゃらなんだって。よかったね、夜には家に戻ってもいいって。心配させやがって。直樹君から電話もらって飛び上がったぞ。入江君は、入江君試験大丈夫よ。今頃試験受けてるはずよ。うちに電話してから東大行ったんじゃないかな。よかった。病人がそんな心配しないの。お兄ちゃんね、きっとまた一番取って帰ってくると思うよ。そうだよ、そうだよね、そうだよね。あ、来てたんだ。お兄ちゃん、入江君、お兄ちゃん、お兄ちゃん東大行ったんじゃ。うん、あ、ちょっと喉渇いたからコーヒー買ってきた。じゃあ入江君試験、うん、受けてない。受けてない。直樹君、受けてない。私のせいね。私がお腹が痛くなっちゃったから受験に遅れて、そのままあることになりました。やると思ったよ。さすが入江君、鋭い。
お前のその頭じゃ看護学校卒業できない。頑張る。